今長引く不況が小さな町工場の上に重くのしかかっています。日本の経済を底辺で支えてきた町工場の人々、不況のたびに減産やコストダウンなど大企業からのしわ寄せを背負わされてきました。ガレージ工場に比べより面積も広く、従業員を抱えながら大口の得意先の仕事を請け負ってきた町工場では、さらに深刻な不況の影響を受けています。今年で創業27年目を迎える春姫鉄工所です。工場の広さは20メートル四方、2人の職人を抱えています。春姫鉄工所はいくつもの設備機器メーカーの下請け工場としてやってきました。大型の焼却炉や乾燥機などのタンクや炉の部分を作っています。仕事は大掛かりなものばかり、単価も100万円を超えます。そのため得意先の数は12社に絞ってきました。しかし不況で設備投資が止まり、12社からの注文は去年の5月以来ほとんどなく、今工場には仕事がありません。社長の橋田春樹さん60歳。橋田さんは12社からの仕事が止まって以来、新しい得意先を探し回ってきました。しかしわずかに取れた仕事も小さなものばかりでした。木工所用の集塵機を作る仕事も今日で終わりです。明日からの仕事はもう何もありません。ほんで終わりです。あとはもう注文来てない仕事やね、やらない情けないやな、ほんまに。あとはもうな、なし、終わりました。真っ白け。真っ白けで囲うのがない仕事がなかった。奥さんの国枝さんです。このところ支払いに充てるお金のやりくりに追われる毎日です。細かいので90万ほどの収支細かいだけで、もしね、いるのが今月支払い少なくてよ、給料入れてね、まあだいたい360万ぐらいですね。今月いるんが100万円を超えてしまいます。200万ぐらいだよ。仕事が減り始めた去年の5月から春姫鉄工所の赤字の合計は600万円を超えています。あのオイルショックとかね、円高とかいう時にはね、それは少しはね、あのもう暇で仕事ないいう時もありましたけどね、でもこんなに長くなかったからね、はい、珍しい。何でもよろしいわ。うん。うん。まあそんなね、しょうがないとかなんとか言わんとよね。あの、何でもね、5000でもね、8000でもよろしい。うん。何でもやらせてくんなれ。頼まってさ。5月になったからである、あるとは限らないわね。うん。うん。うん。あちこち出ましたのね、どっかもないわ。うん。ない。もうこれで電話するとこないわ。あそこも変わってもな、電話違うよって。
まあ、もうちょっとかけてもこんなに答えやろな。どこもないやろ。あんまりもう潰れん言うのがおかしいやな、まあ、俺こんな状態で。橋田さんは仕事を取るための方策は全て打ち尽くしたといいます。仕事のない日々が続きます。春姫鉄工所の橋田春樹さん、二十歳の時からガレージ工場で働き、今の工場を起こしたのは33歳、27年前のことです。仕事が止まった今、このまま工場を開け続けるか、それともしばらく工場を閉めるか、橋田さんの心は揺れています。仕事が止まって2日後、給料日がやってきました。赤字が続く中で、2人の職人への給料は一家の蓄えを切り崩して支払います。春姫鉄工所の給料は日給制、職人1人当たり1万4000円です。今は1月10万円近くあった残業代はありません。少ない給料で職人たちに耐えてもらっています。で、まあこれも最悪の場合の話をしてるんだけどね、まあできるだけそういうことないようにはするけどね。だけどまあこういうこともね、やっぱり泣きにしも果たすという話だからね。出たり、まあそういうなとは加減で、まあ土曜日を出すにね、こうしていくということを、それでもね、もう仕事がもう切れてダメだなんという時はもう自宅待機してますからね。ただしその時はね、まあ、ね、一銭も何の保証もなしにしわけにいかんから、まあ俺が今考えてる、まあ、線はね、まあ6割から7割は、まあ、補償すると。だからまあ、痛み分けというふうな感じになるかもわからんけどね、こういう時切り抜けを思ったらね、もうお互いにそういうね、やっぱり辛抱して耐えるということ以外にないもんね。このまま工場を開け続けるにはまとまった仕事が必要です。今橋田さんにはどうしても欲しい一つの仕事があります。それは設備機器メーカーから見積もりを頼まれた全長13メートルのステンレスの屋根を作る仕事です。春姫ですけど、どないなりました？橋田さんは先週、通常の2割引き、採算が取れるギリギリの390万円で見積もりを出しています。感触ってとってどないですか？感触ってどないですか？はい、し、まあだからね、見てね、はい、うん、はい、すみませんけど、はい、お願いします。はい、楽しみにしとったらね、まだ打ち合わせやったね。いや、まだ打ち合わせは言うのだからね、それは嘘で出さなかったらいいよ。まだ分かんなあかんとの、いいよ。流れてたね。いや、そ
そういう自信を持って出した見積もりに対する返事は5日後ということでした。決定が先に伸び、確かな不安がよぎります。そういうようなことはしないと、そういうところは違うんだからね。だから実際にまだ打ち合わせがねできてない。春姫鉄工所の2階に橋田さんの住まいがあります。橋田さん一家は6人家族。これまで質素で地道な暮らしを心がけてきました。バブルに沸いた好景気の時も株などには目を向けず、毎月30万円ずつの貯金に励みました。今どうしても出てしまう赤字は、3年間で貯めたおよそ1000万円の蓄えを切り崩して埋めています。しかし不況があと半年も続けば、一家の蓄えも底をついてしまいます。まあ家族にとったら言うたら、一番ね、あの簡単な表現したらもう地獄に落ちるというね。地獄がどんなもんかとかね、これはまた別として、そういうのに路頭に迷う。だからこんな不景気に潰れた時にはね、誰が同情してるんだね。こじき人もたんだ、あの恵んでくれる人おりまへんで、ほんまに。だから潰れた場合はどうなるかなというね、あらゆる方をこういうね、まあ、可能な限りね、あのその可能ないうのは、その存続するための可能な限りやね。山沢さんも経営者もでしょ、だからそういうあらゆる手段を講じて、まあその不況に対してね、まああのできるだけね生き延びたいと。春姫鉄工所のある一角でも不況に潰される工場が出始めています。ああ、違いない、あれはもう今から被害引き上げやめように。廃業が、廃業が、廃業が、それだけ経費が上がったら、わしには食いづらんならな。もう不要になった機械です。ここはある大手家電メーカー一社だけの下請け工場でした。長年コストダウンや納期の短縮などメーカーの要求に一つ一つ応えてきました。しかし3月いっぱいで大手メーカーが大幅な取引の縮小に踏み切ったのです。やっぱりあかんのかな、みんなもう大変でやくも、みんなもう行くとこまで行ったで。何言っとるの。まだこれから時期長いから、まだ秋から。いや、さっきの10月まで上がんやろうけど、これがもた。10月までやら、まだ帽子の始めんで。来年の今自分がね。な、持ちまってね。な。仕事を待ち続ける春姫鉄工所です。橋田さんがどうしても取りたいステンレスの屋根を作る仕事、設備機器メーカーからその返事が来る日がやってきました。はいはい、もしもし。はい、ああ春姫ですけどね。はい、毎度。
まだ打ち合わせ終わりねんか。まだ返事ありませんねやわ。あ、そうだか。こっちも待ってますねや。どんな具合でしてるな。感触として、また昼から行ってね、はい、どこまで進んでるかちょっと。そうですね、はい、えらいえらい ご祖父を投げますけど、いえいえ、ちょっと頼みますか、まあ、お互いのことですからね、はい、はい、まあよろしく頼みます、はい、こちらこそよろしく、はい、どうもどうも。設備機器メーカーにもステンレスの屋根の注文がまだ入っていません。この分だと返事は午後になるということです。奥さんの国枝さんは事務所でじっと返事を待つ緊張感に耐えられません。ペンキと油にまみれた橋田さんの作業服、橋田さんが最後に袖を通したのはもう2ヶ月も前になります。真っ黒系の社長の方がよく似合いますよ。事務所座ってそんな人怒られるかな。これで当分またこれも役に立ちます。仕事が入ったらね、橋田さんは事務所でひたすら電話を待ち続けます。4時半、さあもう閉めようか。ダメですよ、5時まで悟っても電話はかかりません。この日返事が来なかったステンレスの屋根を作る仕事は結局流れてしまいました。春の柔らかな日差しが人々の気分を和ませます。仕事が切れて10日目、自宅のベランダで作業服を着て働く橋田さんの姿がありました。社長、何作ってもらってる鳥小屋。
することないからな。そこにあんた何もあのぼーっとしてたもんだし、ようなんやな。だから何か考えなこうしとったらな、時間経ってるから。まあこうやって秋が来てケーキもその理由にならんとちょっとマシになるみたいな。今年の秋は実りが悪いよ。小さな町工場に景気の足音はまだ聞こえてきません。